オフセット印刷機オフセット印刷は印刷技術の一つである。実際に印刷イメージが作られている板と紙が直接触れないのが特徴である。板に付けられた印記を一度ゴムブランケットなどの中間転写体に転写した後、紙などの非印刷体に印刷するためオフセット印刷と呼ばれる。オフセット印刷の大半が平板を用いて行われているため、 オフセットといえば平板オフセット印刷のことを指すようになった。略してオフセット、オフと呼ばれることが多い。しかし、版に突版を用いるドライオフセット印刷や電子写真方式のオンデマンド印刷機にもオフセット方式を用いたものがある。マンドランプレスオフセット印刷の仕組み平板とは、印刷の半式の一つで、版の発水性を利用した印刷方法である。 犯罪に石を用いる石板印刷が平反の最初だが、現在ではアルミに観光材を塗布した PS 版が主流となっている。イメージを作る前の原版は、浸水性の支持体を新油性の観光層で覆ったものである。この上に半下から製版したフィルムを乗せ、フォトリソグラフィにより、日賀線部の親輸送を除去する。この原版をバンドに巻き付け、 水ローラーで示し水をつけると、新輸送の除去された部分に飲み水が乗る。続いて、陰気をつけるが、火が線部には水があるため陰気が乗らず、河線部にのみ陰気が付着した状態になる。この陰気を、原版からブランケットと呼ばれるゴム灯に一旦移した、あと、改めて紙に転写する。非常に鮮明な印刷が可能で、版が直接紙に触れないことから、銅の摩耗が少なく、 大量印刷にも適する。臨天機を使用すれば短時間で大量の印刷が可能になる。紙に施す印刷技術としては立体感が劣る、設備投資にかかる費用が高いといった点以外は、ほとんど欠点らしい欠点がなく、オフセット印刷用の用紙の発達もあり、現在世界中で供給される商業印刷機の多くをオフセット機が占めている。一方で、示し水には、 揮発性有機化合物が使用されていることが多く、環境問題が指摘されることも多い。そのため、近年では、水の代わりにシリコン層を代用する水無し印刷方式が開発され、徐々にシェアを伸ばしている。なお、サッパンに突版やグラビア版を用いるドライオフセット印刷は、平版を用いる水無し印刷とは別物である。正版に PS 版でなく、 ピンクマスターと呼ばれる紙版を使う印刷形式を K オフセット印刷略して K オフと呼ぶ。網点が潰れやすく、写真を含む精密な印刷には不向きであるが、製版コストが安く、手軽なところがメリットであり、小ロットで堪能機の、いわゆる K 印刷の代表的な印刷技術となっている。近年は、紙版の製版機もデジタル化が進み PS 版と比べ、 遜色のないレベルまで網点の再現性が向上している。ありがとうございます。